どうもこんにちは。今回は火起こしと火消し、1台で200の火起こし火消し壺の動画をお送りします。なぜ火起こし火消し壺なのかと言いますと、以前動画でですね、キャンプ場のゴミ問題について取り上げたんですけれども、その時にコメントで火消し壺の紹介もしてほしいという声をいただきました。確かにですね、火消し壺の存在を知らなかったら使うこともないよなと感じまして、今回は火起こしと火消し両方に使えるグリーンライフの製品をご紹介します。以前火起こし器はご紹介したんですけれども、このタイプは1台2役。早速使い方を見てみましょう。火消し壺のいいところは、火を早く消せるのはもちろんのこと、消し済みにして次回使うときに再利用できるところじゃないかなと思います。火をつけたけれども炭が余ってしまったというときには、捨てずに保管しておいて再利用すると火もつけやすくなりますし、炭の節約にもなりますよ。火をつけるのも火を消すのも、これもですね、簡単にしたいと思われている方は、ぜひ火消し火起こし壺を使ってみてはいかがでしょうか。こういったものを使ってですね、炭をその辺に捨てたりとかっていうことがないように、楽しいキャンプやバーベキューを過ごしていただければなと思います。それでは